じゃあ早速始めていきます。はい、あ、そうだ、今日ね、それで、ブランケットかあるいは、ハンドタオルとかでも大丈夫なので、いつもながらね、もしあれば準備しててください。では最初に、今日はね、ハヌマーンさんの前後開脚なので、しっかりね、足をほぐしていこうと思います。じゃあね、マットにお尻を置いてもらって、まずね、右足を、右すねを床に下ろしてあげて、右足の裏マッサージからいきましょう。この左足のかかとを右足の土踏まずの上に乗せて、ぐりぐり、土踏まずをマッサージしてあげてください。で、痛くない力加減でこうぐりぐり、ね、土踏まずをマッサージしてあげましょう。で、左の、ね、お尻浮いちゃって大丈夫、右のすねが床に降りてた方が、ね、体重かけやすいと思うので、手の位置とかは、ね、楽なところでいいから、少し、ね、体重を動かしやすいところ、かかとに体重を乗せやすいところに、ね、手足を置いてあげてください。はい、じゃあかかとの方も踏んでみたり、あと足の指の付け根の方もね、少しふみふみしてあげましょうか。足の裏ね、意外とこう感覚ないですけど、いつも私たちの体ね、大地に一番、接する面でね、支えてくれてますからね、しっかりマッサージしてあげましょう。はい、じゃあね、今度右足のふくらはぎマッサージします。この左足の土踏まずをふくらはぎの上に乗せてあげましょう。 できるだけまんべんなくふくらはぎを、左足の土踏まずでふみふみしてあげてください。足首の付け根のあたりとか、あとは、膝の付け根のあたりもね、ふみふみしましょう。かかと乗っけないでねこれも痛くないようにしてあげたいので、気持ちいいなって思える力加減でふみふみしてあげてください。はい、ではここから今度左膝を落として右膝を立てていきましょう。両手のひらの親指以外の4本指で右膝の裏をぐりとマッサージしてあげてください。で、膝裏は、リンパが、ね、集中しているところって結構有名だと思います。さっきも言ったけど、むくみ解消にもね、やっぱり体の特に下半身の巡りを良くしてあげるのはすごく大切だと思いますので、これも痛くない力加減ですね。ぐりぐりぐりと膝裏もマッサージしてあげましょう。はい、じゃあストップしたらもう一度右の膝マットに下ろして、左膝立てちゃって大丈夫。では内もも、裏ももマッサージしましょう。手の指先を、左足かかとの方に向けて、太ももの裏側、そして内ももをマッサージしましょう。手のひらで、なんていうの、こうパンをこねるみたいな感じできるだけ、柔らかいところね、いっぱい手でもみもみしてあげてください。で、柔らかくなれ柔らかくなれっていうね、祈りも込めてマッサージしてあげましょう。はい、じゃあ今度はストップしたら指先外に向けて前ももいきましょう。で、前ももも手のひらを使って大きく大きくマッサージしてあげてください。で、骨に乗らないでね、骨に体重かけると痛いから注意して、で、両手でやるとやりづらかったら片手でもいいよ。できるだけ前ももね、まんべんなく触ってあげましょう。はい、いいと思います。じゃあね、右膝を立てて左足を伸ばしちゃいましょう。で、右膝だけ曲げていきますが、右のふくらはぎを少し外に、ね、こう開くようなイメージで、で、できるだけ両膝を立てます。じゃあ今度ね、前もも少しストレッチかけていきましょう。両手腰の後ろに置いて、少しだけ上半身後ろに傾けていきますが、ここで結構腰が痛くなっちゃう人いるから気をつけてね。ここでやりたいのは右足の前ももストレッチしたいんで、この体勢だけでもいい。尻尾の骨をシューッと右膝の方に送ってみてください。そうすると右太ももの前、結構ね、うわーきついなって思うようなストレッチを感じられると思います。これでね、もう精一杯って人はこのままでキープ、呼吸しててください。もう少し深められそうな方は両肘を下ろしていく。で、この時も腰がこうやって反りすぎないように尻尾のね、シューッと膝の方に送り続けてね。で、もっといける人は
完全に上半身下ろしちゃって大丈夫。でも右膝が浮いてきちゃったり両膝が離れてきちゃったらステップを戻してあげてください。じゃあこのまま一緒にみんな呼吸しましょう。鼻から吸って、鼻から吐く。呼吸を右のももの前に送ってあげましょう。尻尾の骨を膝の方に送り届けてあげます。もう一つ吸って吐きます。では体ごとゆっくり左の方に倒して、で横からぐるっと起き上がってきてください。はい、じゃあ反対側行きましょう。今度は左すねを床にして、でまず左足の裏からマッサージしていきましょう。右足のかかとで左足の土踏まずをぐりぐりマッサージしてあげてください。で、土踏まずもね、気持ちいい力加減、自分の体と相談しながら、力加減をねコントロールしてあげましょう。あんまりねぐりぐり、やりすぎなくてもいいですからね。ではこのまま足の指の付け根のあたりも踏んであげたり、あとはかかとのあたりもね少し刺激をしてみてください。はい、じゃあストップしたら左ふくらはぎいきましょう。右足の土踏まずを使ってゆっくり体重をかけて踏んでいきます。右のお尻浮いちゃって大丈夫ですからね、できるだけ、膝の付け根のあたりとか足首のあたりもまんべんなくふくらはぎを踏んであげましょう。でこれも痛くないように、特にこのふくらはぎね、太いところはちょっと力加減調節して痛くないように踏んでみてください。はい、じゃあストップしたら今度は右膝下ろして左膝立てましょう。親指以外の4本指両手を使って、左膝の裏もぐりぐりとマッサージをしてあげましょう。で膝裏なんてね日常でほぼ触らないですからね、こういう時ぐらいしか触るきっかけないですけども、今日やってるこの足のマッサージとかはテレビ見ながらとかでもいいし、あとお風呂入りながらね、もし湯船とかが広かったら、ぜひできることを取り入れてみてください。はい、じゃあね手をほどいたら今度はもう一度右膝立てて左膝をマットに下ろした太ももマッサージしましょう。両手のひらを使ってまず内もも裏ももできるだけ全体的に触ってあげましょう。で自分の体触ることって本当に日常で少ないですよね。でこういうふうにね自分の体と向き合ってあげる時間も私はすごく大切かなと思います。そして自分の体にもね感謝してあげてください。いつも頑張ってくれてありがとう、今日も無理させちゃってごめんねっていう人もいるかもしれないし、自分の体にね感謝をしっかりとしてあげてください。はい、じゃあ今度は手の指先外向きにして前ももマッサージしていきましょう。両手でやりづらかったら全然片手でもいいですからね。でもできるだけ全体的に太ももを触ってあげましょう。骨には体重乗せないように注意してください。はい、じゃあストップしたらこの左太ももの前をストレッチかけていきましょう。左膝だけ曲げて右足を伸ばしていきます。左太もものこう太ももの外側にふくらはぎが来るように、そして左足の甲が床です。両膝はできるだけ揃えて左膝浮かないように下ろしておきましょう。じゃあまず両手腰の横で大丈夫、ここから尻尾の骨をシューッと左膝の方に腰を少し強制的に丸めてみてほしいんです。そうするとギャーっていうねストレッチがこの左ももの前にかかってくると思います。これでもだけでも大丈夫、もう少しチャレンジできそうな方は肘を下ろしていく。でもここ腰反らないようにね、尻尾の骨シューッと左膝の方に送り届けてみてください。でここで呼吸しててもいい、もう少しいけそうな方は完全に上半身を大事に下ろしちゃってもいいですよ。これは無理しないでね、仰向けになるか肘か手か前ももが痛くないところを探してみてください。じゃあ一緒に呼吸しましょう。鼻から吸って鼻から吐く。呼吸を今度は左のももの前にしっかり送ってあげましょう。ゆっくりゆっくり呼吸を続けて、できるだけ、ね、腰が反らないように尻尾の骨を膝の方に送ってみてください。もう一つ吸って吐
吐いて体全体を右側の方に倒して、で横からゆっくり手を使って起き上がってきてください。はい、じゃあ最後両膝立てて、手は腰の後ろ、足の裏マット幅にしたら膝を左右パターンパターン倒してあげましょう。股関節、お尻、腰の方までね少しほぐしてあげてください。はい、じゃあストップしていったらマットにチャイルドポーズに入っていきます。こっち向きでいこうかな。はい、じゃあマットの真ん中ですね、四つん這い作るところからスタートしましょう。肩の真下に手首、腰の真下に膝で、最初につま先立ち作っておこうと思います。ではゆっくり吐く呼吸とともにお尻かかとの方に下ろしてあげて、そして両手前に滑らせましょう。おでこマット、肩首頭、力を抜いたら優しく目を閉じて、一度鼻から吸って口からため息、はー、口を閉じて、少しね自分の深い呼吸体の中味わってみましょう。吸うたびに背中側大きく広がって、で深く吐いて体中の力み疲れ緊張もどんどん吐き出していきましょう。ここね肘軽く曲げて肩すくめないように、今体は楽なところ探してみてください。ではチャイルドポーズのままおでこ左右にゆらゆら揺さぶりましょう。頭の中もマッサージ、今日一日ねいっぱい頭使ったと思います。ヨガの時間は考えるんじゃなくて感じることね大切にしてあげましょう。頭の中は柔らかくしてあげます。ではおでこストップしたらゆっくり頭を起こしましょう。では両手をまず左床の方に這わせていったら、右手のひら空向けて、で右の肩床の方に下ろしていきます。頭を右二の腕の上に乗せてあげましょう。そして左手カッポハンズ、左肘90度に立ててあげて、肩首にスペースを作ったら優しく目を閉じましょう。鼻から吸って、で深く吐きます。今体のちょうど右側ですね、右腰から右あばら骨の下の方、右の肩甲骨のあたりも気持ちよく伸びている感覚をつかめればいいですよ。お尻がねできるだけかかとに近づくようにコントロールしてみてください。ではもう一つ吸って吐きます。では反対側行きましょう。ゆっくり頭を起こしたら今度両手右床の方に這わせていく。そして左手のひらが空向き、左の肩を床に置いて頭を左二の腕の上に乗せましょう。右肘を軽く曲げて右手カップハンズ指先立てておきます。首肩スペース作ったら鼻から吸って深く吐く。呼吸を今度はストレッチのかかっている左腰から左肩甲骨の下の方までね気持ちよく呼吸を送ってあげてください。肩首スペースを作ってあげましょう。ではもう一つ吸って吐きます。では次の吸う呼吸、ゆっくり頭を起こしたら両手真ん中に戻しましょう。ではもう一度お尻かかとの方に下ろしていったら今度はね肘しっかりと伸ばしていきましょう。手のひら大きなパーにして手首は肩幅よりちょっと広めです。指先少し外向けて人差し指正面、自分の人差し指と腰を引き離しおでこマットに下ろします。脇の下ぎゅーっとマットに押し込んで肩甲骨肩首スペースを作っていきましょう。首すくめないように注意します。ではここから背骨に波を起こしましょう。次の吸う呼吸、丸い背中で四つん這いゆっくり起き上がって、で吐いて身を乗り出します。ゆっくり腹ばい、脇締めてドスンと落ちないように、吸って足の甲を寝かせてコブラです。顎を軽く引いてお尻軽く締めます。吐いてつま先立ちチャイルドポーズに戻りましょう。これあと2回いきます。吸って丸い背中で四つん這い滑らかに、吐いて身を乗り出してゆっくり腹ばい、脇締めてドスンと落ちない、足の甲を寝かせて吸ってコブラ、顎を引く、肘下げてかかと向かせます。吐いてチャイルドポーズつま先立ち、ラスト吸って丸い背中で四つん這い、
吐いて身を乗り出して腹ばい、脇締めてゆっくり降りていく。足の甲を寝かせて吸ってコブラ、顎引く、首の後ろ長くして吐いてチャイルドポーズ、つま先立ち。では次の吸う呼吸で丸い背中で四つん這い。で次の吐く呼吸ダウンドッグいきましょう。お尻斜め上に持ち上げていったらゆっくり足踏みをしていきます。膝、足首柔らかく動かしてあげて、太ももの裏、ふくらはぎ、アキレス腱にもたっぷり呼吸を送ってあげましょう。でペダル漕ぐようにね、片足ずつかかとをマットの方に押し込んでみてください。ここも脇の下マットの方に向けて肩すくめないようにしていきましょう。はい、じゃあ足ストップしたらつま先立ちダウンドッグいきます。お尻とかかとぐーっと斜め上に引っ張り上げ、脇の下はマットの方に向ける。顎を軽く引いて首の後ろ長くしましょう。で肋骨を少し背骨の方に引き込んで、腰がね反りすぎないようコントロールしてみてください。ではこの背骨の延長線上、次の吸う呼吸で右足アップしますが、右足はね背骨の延長線上でいいので、別にね真上に持ち上がらなくても大丈夫。大切なのはこんな感じでね、股関節オープンじゃなくてクローズです。右足のつま先はマットの方に向けて、右の前ももマット向きです。もう一つ吸って吐いて、右膝をおでこたちぐっと中締めます。もう一度吸って右足後ろ、吐いて膝をおでこたちお腹締めて、ラスト吸って右足後ろ、吐いて膝をおでこたちぐっとお腹締めたまま両手の間に右足を下ろしましょう。いやー途中で止まっちゃったかった。手でよいしょ連れてきて、ゆっくり左膝マットに下ろしていきましょう。では両手カップハンズ作っていったら、次の吸う呼吸で胸目線正面に向けて、で吐いてここはね骨盤の重み感じて少し重力に身を委ねてみてください。でも肩と耳は離すように、そして顎を軽く引いて胸は正面です。ちょうどこの左足の鼠径部、ももの前にストレッチを感じていきましょう。もう一つ吸って吐きます。では吸ってもう一度胸前に開いたら、吐いてハーフハヌマンサナですね。右腰後ろに引いて右膝ですね、いけるところまで伸ばしていく。最初のハーフハヌマンサナなのできつかったら軽く膝曲げてもいいですよ。右足つま先空向けて右腰後ろね。もう一つ吸って吐きます。ではこれ呼吸とともに繰り返しましょう。吸って右膝曲げて胸目線前、吐いて右腰後ろ引いてハーフハヌマンサナ、もう一度吸って右膝曲げて胸目線前です。吐いて右腰後ろにハーフハヌマンサナ、ラスト吸って右膝曲げて首だけじゃない胸も前、吐いて右腰後ろにハーフハヌマンサナ。ではゆっくり右膝曲げたら左手のひらべったりマットに置いちゃってください。吸って右手上に持ち上げたら吐いて真後ろに引っ張っていきましょう。このままでもいいです。チャレンジできそうな方はゆっくりと左膝を曲げて右手で左足の甲を掴んでみましょう。呼吸を左ももの前にさらに送ってあげます。もう一つ吸って吐きます。ではゆっくり右手ほどいて左足マット、両手のひらを肩幅に置いたら左足つま先立ちです。吸ってお尻アップ、吐いて右足後ろダウンドッグで足踏みしましょう。いっぱいね股関節あと太ももを動かしているのでね、焦らないでゆっくりゆっくり呼吸を太ももに送ってあげてください。はい、で足ストップしたらもう一度つま先立ちのダウンドッグです。お尻とかかとグー持ち上げる、脇の下マットの方、顎を軽く引いて肋骨引き込んでいきます。この背骨の延長線上を吸って左足アップ。で無理してね上げすぎなくていいですよ。左足の鼠径部がマット向き、そして左足のつま先もマット向き、横にねこうやって広げすぎないように股関節ね少し閉じつつ前後開脚、内もも向かわせましょう。もう一つ吸って吐いて左膝おでこたちお腹締める。繰り返します。吸って左足後ろ、吐いて膝おでこ立ち、ラスト吸って左足後ろに、吐いて膝おでこ立ち、お腹締めたまま両手の間によいしょ、
左足が途中で止まっちゃった方は手でよいしょ連れてきてです。右膝マットに下ろしていきましょう。では両手のひらカップ、両手の指先立ててカップハンズね。脇締める顎を引く。胸の中心ぐーっと前に向けて。で半呼吸で少し骨盤下の方に下ろしていきましょう。無理しないでね。今右ももの前。鼠径部がどんどん広がっていく。そして股関節右にしっかりと送ってみてください。肩すくめないように胸前へもう一つ吸って、で吐いてハーフハヌマンサナー、左腰後ろに引きましょう。手の位置ね変えても大丈夫。左腰少し後ろに引いて、まずねきつかったらちょっと曲げてでもいいですよ。左足のつま先は空向けていくように、で呼吸を左ももの裏ふくらはぎに送ってあげましょう。もう一つ吸って吐きます。繰り返します。吸って左膝曲げて胸目線正面、吐いて左腰後ろにハーフハヌマンサナ、もう一度吸って左膝曲げて胸目線正面、吐いて左腰後ろに引いて、ラスト吸って左膝曲げて、吐いて左膝を伸ばしたら次の吸う呼吸で左膝曲げて、吐いて右手のひらべったりマット、吸う呼吸左手横から上に持ち上げ、吐く呼吸で後ろに引っ張っていきます。このままでもいいし、チャレンジできそうな方はゆっくり右膝を曲げて右足の甲をつかめるかな。吸って胸前、吐いて肩リラックス、鎖骨も開いてあげましょう。呼吸をストレッチの効いている右のももの前に送ってください。もう一つ吸って吐きます。ゆっくり手を離していきましょう。両手のひらマット、そして右足つま先立ちに戻したら吸ってお尻アップ、吐いて左足後ろダウンドッグ、足踏みしていきましょう。はい、じゃあ足ストップします。足腰幅のまま手を後ろの方に歩ませていきましょう。で足腰幅で前屈ターナーサナ、膝曲げます。首頭だらん、完全に力抜いて、頭の重さで背骨が下の方に引っ張られていく、そしてスペースが広がっていくようなイメージです。軽く膝曲げて太ももの上にお腹乗っけたら両肘抱えましょう。腕と頭の重さにぶら下がり、背中ゆらゆら左右にスイングさせて、上半身疲れ力み緊張リリースしてあげましょう。はい、じゃあストップしたら両手のひらマットに下ろしましょう。指先立てたら吸って背骨を起こして太ももと お腹を離したら吐いてつま先斜め45度外側に開きましょう。ゆっくりお尻マットに下ろして座ります。はい、じゃあ今日の、頑張っていくポーズは、ハヌマンサナいきましょう。じゃあね、ブランケットをね使っていきます。あるいは、ハンカチとかでもいいですよ。今日はねブランケットの上に座るっていうわけじゃなくて、このブランケットをちょうどこう床をね滑らせるようにしてちょっとずつ足を前にしようと思います。なのでハンカチとかでも全然大丈夫なのでマットの前にね置いといてください。絨毯とかの人はなくてもいいかもな。フローリングとか畳の人はハンカチとかブランケットがあると滑りが良くなっていきますので、もしあれば準備してください。じゃあまずこのマットのできるだけ前の方に手を置いていきます。で四つん這い作りましょう。はい、でここから両手の間にまず右足をよいしょ持ってきてあげます。で左膝は骨盤よりちょっと後ろで、つま先立ちしておいてください。で指先両手ね立ててあげましょう。でまず吸ってさっきと同じね胸目線正面したら吐いてハーフハヌマンサナ行きましょう。でこのハーフハヌマンサナちょっとねちゃんと作っていきたいです。まず1個目のゴールここにしましょう。指先は少し自分のお腹の方に下げてもいいので、できるだけここからね腰が伸びるところ探してみてください。あとは左膝の上に左お尻を置きたいので、人によってはちょっと足が前の方がいいケースもあるかもしれません。こういう状態じゃなくって左膝と腰は大地に対して直角になるようにしましょう。で両手指先立ててまず脇締めます。顎を軽く引いていく。右腰後ろで呼吸を
右もも裏ふくらはぎに送ってあげましょう。で鼻から吸って深く吐く。今日のゴールがねもうここまでっていう人はここで少し呼吸しててください。もうちょっとチャレンジできそうな方はゆっくり右膝を曲げたら右足のかかとをこのブランケットの上に乗せちゃいます。そうでつま先立ち作っていったら手を少しずつ前に歩ませるようにしてあげて吐く呼吸でゆっくりゆっくり右足のかかとを滑らせるようにしてマットに近づけて行きますが行き過ぎないでね。やばいなと思ったら戻って無理しないで。あとは降りていった時にこの左足の鼠径部がこうやって後ろの方に開いちゃうと左右開脚になっちゃうから、お尻をどこまで床に近づけるかではなくってできるだけ右腰引きながら行けるところまで滑らせてみてください。じゃあ皆さんね自分のこの右足のポジション決まったでしょうか。どこかね決めましょう。ハーフかちょい前か。でゆっくり呼吸します。頭ね力抜いていいけど右腰しっかり後ろに引いていきましょう。もう一つ吸って吐きましょう。ゆっくりゆっくりゆっくり。はい OK。 ではゆっくりかかとを自分のマットの上に戻してあげたら右膝を曲げてで吐いて右足後ろ一回チャイルドポーズ入れましょう。ひょわお股がもう全開に裂けそうですねでも焦らずに一回呼吸を整えてあげましょう。では次の吸う呼吸でもう一回四つん這いになったら反対足いきますよ。では両手の間に左足よいしょ連れてきましょう。左膝の下に左足かかと右膝骨盤よりちょっと後ろでつま先立ちです。で両手指先立てたら吸ってまず胸目線正面さっきと同じね少し骨盤下に引いてで吐いてハーフハヌマンサナ指先を少し自分の腰の方に引き下げてもいいので背中丸めるよりかはぐーっと腰が伸びるとこ探してみてください。そして右膝の上に右腰が来るように必要があればちょっと左足前に出してあげましょう。でこういうふうにね左腰後ろじゃなくてちょっと膝曲げててもいいから左腰を後ろに引きながらねいけるところまでこの左もも裏ふくらはぎ広げていきましょう。もう一つで吐きます。ではまずここで少し呼吸しててもいい。もうちょいチャレンジできそうな方は左足のかかとをさっきと同じねハンカチがブランケットの上に乗せてあげてでこの左腰を引きながらゆっくり吐く呼吸でいけるところまで前に下ろしていってください。いやー行き過ぎたと思ったらすぐ戻ってね、引きちぎれるところまで行かないことちょっとずつ行ったり来たりしながら自分の今日の前後開脚の距離感をね探してみてほしいと思います。ではハーフハヌマンサナから、どこまでかかとが行けるかでも左腰引きながら行けるところまで下ろしてみましょう。では肩首頭力抜いて鼻から吸って深く吐きます。ゆっくりゆっくり呼吸入れていきましょう。では吸う呼吸で左足引いてあげましょう。左足かかとマットに下ろしたら吸って左膝を曲げて吐いて左足後ろチャイルドポーズ。皆さん頑張りました。肩首頭力抜きましょう。では一度鼻から吸って口から吐く。では呼吸そして体が少し落ち着けたら手のひら顔の横吸う呼吸両手またプッシュして起き上がってきてください。足の甲を寝かせて座りましょう。じゃあ皆さん頑張ったので最後シャバーサナお休みの時間入れていきます。水分必要な方は取ってあげてくださいね。ではマットに仰向けになっていきましょう。足はマットの幅まで広げてで両手体の横手のひら空向きです。腰痛い方はね膝を曲げた状態で、膝をくっつけてても大丈夫。ご自身の体が今一番居心地のいい場所を探してみてください。鎖骨や肩も開いてあげて優しい呼吸続けていきましょう。では鼻から吸って
深く吐く。目も優しく閉じて、ゆっくり呼吸、体の中で感じていきます。吸うたびに手足指先まで温かく優しい呼吸を送って、で吐くたびに特に足先、太ももから余計な熱、力み、緊張を吐き出していきます。そして股関節、太ももも、ね、いっぱい動かしていきました。今上半身と下半身の巡りも少しずつ、ね、良くなっていると思います。足先まで温かさを感じられるといいですね。ではもう少し穏やかに呼吸を続けてあげて、優しい呼吸で自分の体の中を癒してあげましょう。ではもう一つ吸って吐きます。全部吐き切れたら、ゆっくり手の指、足の指先から動かし始めましょう。では両足を閉じて、両手頭の上で組みます。吸って伸びて伸びて、あーいてれら。両膝立てたら横にコトーンと倒れましょう。少しそのまま呼吸を整えます。背中も丸くしてあげて、居心地のいい場所探しましょう。では呼吸が落ち着いたら、手で床をしながら横からゆっくり起き上がってきてください。はい、皆さんお疲れ様でした。